気持ち悪いな、椅子みたいな。そうだろう。元奥さん。奥さんがいるんですか。元奥さんは、椅子の主要プレイヤーの何人か。主要プレイヤー。教えてください。石野さん、訂正してください。あれね、あれか。子供みたいなやつの。そうです。やばいな。あいつやばいですよね。うん。あの人たちもなんか、びっくりしてて、ね、肉ごまで困るじゃん。悪夢みたいな、怖いんですよ。純粋な、そう、そこを抜けたバカで、そこ抜けのバカがこんなに、そこ抜けのバカが、はい。はい、すいません。ちょっと、体験できないです。考えさせられましたね。これも悪いとも思ってない。体験はもう、いや。そもそも日本語が読めない。なんかあれ大きいじゃないよ。ちょっと何すぎて。投げて。置いて蹴ったかもしれないな。どうやって置いて蹴るんだよ。置いて蹴ったら何週間ともその話になってるっていう。すごいっすよ。バズってる。バズ。これほどのあれはなかなか。超お前有名人。そう。言いたくなるんですよ。なんでかみんな知ってるんですよね。当たり前じゃないですか。最後に言ってるサンジャポンって。マジですか。わからないマジですか。ちょっとこう、再燃しそうですよね。心配なんですけど、消えかけた火にガソリンをぶちまくみたいな。だってどうしても取材してくれって言うから、あの気持ちがすごいわかるじゃないですか。まあ、我々的には。そこまで言うんだったら、ただ、あの、さらに配達に突っ込まれたところまできちんと言うんだったら、うん、あんまり刺激しないような、先週でお願いしますピュアなお母さんたちを。そう、ディレクターの人がすごいよく分かってくれて、うん、コメント中に、あの、過激なことを言ってたら、的には嬉しいんですけど、それはちょっとテレビ的にすごい感じですけど、それを刺激してるんで、ちょっと抑えた方がいいと思いますって煽ってますから、めっちゃそうですか。それいいエピソードですね。テレビからもダメだし、まさかのテレビ側からのダメすぎるんだって。初めてサンジャポジャーナリストっていう人に取材を受けたんですけど、確かにめ